新京駅の駅名表は、漢字、ローマ字、キリル文字で書かれており、日本語、中国語、英語、モンゴル語、ロシア語に対応する。なお、ローマ字のシンキングは、優勢式に基づくもの。新京特別史は、満州国の首都。現在の中華人民共和国吉林省長主義詩に、あたる。新京特別式賞。1932年9月20日規定。 満州国建国直後の1932年3月9日、長春において建国式典をび、新朝最後の皇帝、愛新閣羅不義の満州国失政就任式が取り行われた。翌3月10日、満州国国務院は満州国の国土を長春に定め、3月14日には国土長春を新国家の首都にふさわしい名称として、新京と命名し、 新京特別市が誕生した。なお、民政部では1932年5月24日に発令した衛生調査事項に関する件まで、旧章の長春特別市が使用され、同日発令の自変時死亡労用小自家不調査表制発の件以降は、新京特別市及び新京特別市政公所が使用されている。同年8月17日の 特別市政施行及び翌1933年4月19日の特別市指定に関する件により改めて満州国の地方行政区画における新京特別市が成立した新京は太平洋戦争の終結まで日本からの投資及び満州国政府市当局による大規模な国土建設事業が展開され 日本人移民を含めた満州各地からの移住者により繁栄し、人口も1932年の約13万人から1936年10月時点で30万2千人、1940年10月時点で55万5千人、1942年4月時点で65万5千人と増加の一途図をたどり、1944年には86万3千人を要する。 方展、ハルビンに次ぐ満州国、第三位の大都市に発展した。1945年、ミッソ中立条約を一方的に破棄したソビエト連邦による、満州侵攻と日本の太平洋戦争敗戦により、8月18日に満州国皇帝、不儀が退位して、満州国は滅亡し、新疆は8月20日に赤軍に占領され軍政下に置かれた。同時に、 旧正の長春に解消されて、現在に立っている。心境は、満州国の中央部、吉林省長春県内にあり、北緯43度55分、東径125度18分、海抜214メートルに位置した。井戸は、日本の旭川、経度は、朝鮮の新宇寺付近に相当し、標高は、山梨県甲府市付近に匹敵する。 市街東部をこれ道川が北流し、陰バ川と東寄秋付近で合流して、第二に消化口に注いでいる。心境は北万平野の南端に位置し、周囲には高爆たる翌野が展開した。南東方向には赤比例の連休を望み、南西には海徳から高守令を経てこれ道付近に及ぶ丘陵が起伏し、これらは、 満州を南北にはかつ分水嶺を構成している。ここでは、新京特別市成立以前及び、満州国崩壊後の、長春の遠隔も合わせて記述する。満州国建国以前の人口は、1930年3月末の統計で、木内約4万6千人、小府地約4万4千人の計約9万人とされた。 1931年12月末の統計で、満鉄付属地は32,636人、環状市付属地は4,493人であり、合計しても約13万人に過ぎなかった。新京天と後は、満州国政府管理とその家族をはじめ、土木建設業者や商工業者が集中することにより、人口の増加が著しくなった。 1933年4月15日に臨時国交調査を実施し、その時点で人口は12万6309人だった。1934年3月の首都警察庁の調査によると、総人口は14万1712名に増加した。その後も人口は増え続け、1936年10月末に30万2075人。 1942年4月には65万5324人に達した。1944年には86万3607人に達している。なお、満州国では国籍法が制定されなかったため、下記の満州人は残光民籍法における漢族、満州族、猛古族の総称である。また、日本人は内地人を指し、 朝鮮半島出身者は、朝鮮人または、半島人と表記する。外国人、その他は、ロシア人を含む、第三国人、民族不明は、満州人だが民族がわからないものである。1933年、1934年、1936年、1942年、1944年、1932年は、国務院国土建設局。 国土大信教5ページ、1933年から1939年は、国務院総務長統計どころ、満州帝国統計適用安則り6年版33から35ページ、同、満州帝国国税、図表5から6ページ、1940年以降は、満州年間各館等を参照。1937年以降は、満鉄付属地を含む。なお、 各種統計資料により、累計人口に相違があるが、本表では、国務院総務長統計どころの資料に基づいた。新京は、満州国内で唯一の特別市であり、地方都市が、それぞれの省を呼び、県の管轄に属しているのに対し、新京特別市は省と同格とされ、直接国家の監督を受け省を呼び、県の行政範囲に属さなかった。なお、 長春県に新京特別市は含まれないが、長春県公所は新京特別市内に置かれている。ちなみに、1933年7月1日から4年間、ビン特別市が存在していたが、1937年7月1日に貧困症管轄の普通市に改変されている。1932年8月17日の特別市政施行により、 満州国の行政区分における特別市が規定されたが、第二条特別市の区域派別にこれを定ー第四十九条特別市派協領をもって別にこれを指定すにより特別市は別途指定されるとされた。そのため、九百三十三年四月十九日の特別市指定に関する件で、心境が特別市に指定されて特別市区域が定められるまで、 厳密には、心境は、満州国の行政区分における、特別市には当たらない。1937年10月1日の、心境特別市政施行により、特別市政は廃止され、改めて心境のみが特別市に指定されている。新疆特別市区域及び国と建設計画略図心境特別市の区域は、1933年の、 特別市指定に関する県により次の地域と定められた。大道広場を中心に、南方は高野天付近の丘陵地、東方は関比例付近、西方は小水和方に及ぶ200平方キロメートルの長方多角形の地域が特別市区域とされたが、その後、1937年の新京特別市政施行に伴い、大道2年協陵。 第23号特別市指定に関する県は廃止され、以降は、新京特別市区域に関する、県等の直例の別図によって地域が示されるようになった。なお、新京特別市並みに、きつりに象徴春券及び、道春県の区域変更の県では、文章で地域が示されており、別図は付属しない。前述の通り、 新境の行政範囲は1933年時点で、近郊を含めて200平方キロメートルに及び、従来の行政範囲である城内及び、小府地の約304万坪と比較して、約20倍に拡大された。1933年当時の旧ち小府地、満鉄付属地及び環状後の面積は次の通りで、ある。 1937年10月の新京特別市区域に関する県で創用、長春寮県の一部を編入して地域が大幅に拡張され、同年12月の満鉄付属地の異常により、総面積は437.65平方キロメートルとなった。1942年4月20日時点では444.19平方キロメートルまで拡張されている。 当時の全市域の面積を大別すると、旧付属地6.24平方キロメートル、旧市街17.88平方キロメートル、新市街地83.33平方キロメートル、農村地区336.74平方キロメートル、合計444.19平方キロメートルとなっている。 1943年6月1日、建国新病増栄養地の決定に伴う、行政区域の拡大に伴い、道春県を呼び、長春県の一部を編入して、関納区、修二区を設置し、地域は9 3 8 2 9 q 平方キロメートルまで拡張された。縮条例の実施に伴い、新京特別市の地域を、 複数の行政区に分け、それぞれに区長を設置した。当初、区長は名誉職のため無給だったが、後に一部は、有給職となっている。下記は1942年4月20日時点における、各区の面積と人口を記したものである。上月区の面積が広大なのは、新境の水源として設けられた、上月単調スイッチとその水源林を含むためである。 1932年の特別姿勢により、市長のもとに総務どころ、行政どころ、公務どころが設けられ、この他に議決機関として特別指示委員会が設けられるとされた。その後、1937年の新京特別市管制により、市長のもとに副市長一人、所長五人が設置され、その下に官房、行政どころ、財務どころ、衛生どころ、 公務どころが設けられ、特別指示地委員会は廃止されている。その後、市行政機構改革により、市長のもとに副市長が置かれ、その下に、官房、行政どころ、実業どころ、衛生どころ、公務どころ、水道どころが設置された。また、市政補助行政部門について、 新京特別市政第13条による市政補助機関として区長が置かれ、区長のもとに町会長を置いている。この下部組織は1937年12月1日の満鉄付属地の行政権以上を契機として首都警察庁満州国協和会と図り、歩行制度の廃止に伴い実施された。1941年2月、在来の町会を 発展的解消して、共和会分解をもって、懲戒事務を運営するよう改められた。なお、満州国建国当初、満鉄付属地の一般行政は、南満州鉄道長春地方事務所が所管していたが、1937年12月に、市外法権が撤廃されると、正式に新京特別市の行政区域に組み込まれた。城内及び、 小府地の治安維持は、長州西町監督のもとに、長州西公安局が一般警察事務を担当し、また、長春県知事の指揮を受けた長春県公安局が、県内の警察事務を司っていたが、1932年6月の首都警察庁完制により、同年10月に首都警察庁が正式に成立し、新京特別市及び、 長春県内を干渉することとなった。首都警察庁は民政部直轄として新京特別市の警察、消防、警護に関する事項を干渉したが、1940年10月の首都警察庁完制により、新京特別市の外局とされて新京特別市長の管理に属し、市長のもとに警察総監及び副総監が置かれ、その下に刑務、 特務、保安、刑事等の各課、四季島署、長春署、大道署等の各警察署、新疆消防署、新疆地方警察学校が置かれた。満鉄付属地の警察行政は関東庁が干渉し、新疆では長春警察署が居住民の安寧秩序維持の任に当たった。城内及び小府地の居住日本人の警察行政は、 長春日本総領事館警察署がその任務に当たっていた。1937年12月に治外法権が撤廃され、満鉄付属地の行政権が新京特別市に移譲されると、警察行政も新京特別市に移された。新京は新興都市として、また一国の首都として飛躍的に発展し、市営事業収入、私有財産収入、 課税収入の他に、資材借り入れ、一時借り入れ金等の方法で、資材制をまかなった。その経費はテントの行われた1932年は69万5千円に、過ぎなかったが、1934年に512万6千円、1941年に2339万6千円。 1944年予算では9038万5668円と1932年の経費と対比して約130倍と激増した。シバスの運賃は初期は国平5分1角の2系統だったが後に各系統均一運賃に改められて1、各均一となり終戦時は2角均一となっていた。市内電車は バスと同一運賃だったため、運行開始当初は一角、終戦時は二角に値上げされていた。新京特別市の交通政策は、地下鉄道を市内交通機関の大根幹とし、路面にはバス、タクシー等を配置して、補助交通機関とする方針が立てられていた。国土建設計画第二期事業が開始されると、1939年に日本内地で、 地下鉄について最も経験と技術があった大阪市電機局の技術陣を招聘し半年を費やして地下鉄計画を作成した。市当局は1940年度より新京駅大道大街順天大街南新京駅を結ぶ全長 13km の地下鉄工事着手を考えていたが戦争による資材不足によりセメント配給が難しいため断念。 されたその代替として、トロリーバスの導入を検討したが、1941年1月に、路面電車の敷設が決定された。当初、路面電車は架空線が必要で騒音が大きく、また、交通事故の危険があるため採用しない方針だったが、交通難関話のために導入が決定され、都市美観の観点から、 メインストリートを避けたルートが選定された。同年6月着工、12月には、第1期1 5トルが開通し、新京交通が運営した。1942年度には、第2期工事が進められ、総延長、37. 3 7 3トルに及んだ。新京特別市地図新京の市街は、規制市街と、国土建設事業により作られた。 新市街に大別され、寄生市街は、南から、木内、小府地、満鉄長春付属地、環状市付属地と大きく4つに区分されていた。これらの地名はその後も、通称として使用されていた。ここでは、寄生市街それぞれの遠隔も記述する。木内新教の地は、梁の横領府地、金の墨土、民の骨寮合部とされ、 清朝に入りモンゴル族の皇后の領地である、内蒙古閣市から各前期に属する放牧地だった。当時、新朝は、流浄編唱と呼ばれる策を設け、満州平原の東側である、満州族墓地への肝心、蒙古人の侵入を禁じる満州風金政策が取られていたが、満州平原への肝人の入植が相次いでいた。1791年、 各寺ら各前期の皇后が、放牧地へ、密かに、漢人を入植させ、永年をざく契約を結んで農地を開墾させた。これ見違う岩に、長春保が建設されると、1800年7月に、吉林将軍官勝下の、長春町が、新田手遁に設置された。1825年、長春町の所在地が南に偏在していたため、北方の環城後へ移転したが、 名称は変わらず、長春長と称した。これが、長春の起源であり、別名を勘城士と称したゆえんとされている。1865年、貴族の襲撃を防ぐために、地元商人らが資金を集め、独力で、周囲二重四査と、高さ一条五尺の城壁を築き、後に、城内と呼ばれる、市街地を形成した。なお、1920年頃までに、 城壁はその多くが撤去されている。満州国建国後、新市街に新庁舎が完成するまで、交通部、立法院、観察院、総商会、中央銀行等の仮庁舎がこの区域に存在した。小府地小府地とは1905年に、日清満州前後条約第一条に準拠して、清が外国人居留地として自ら指定、開放した地域である。 長春は、道場約一以上で、両洋、吉林、ビン満州佐と等と共に16カ所の開府通商の都市の一つとされた。長春の商府地は、1909年に満鉄付属地により商業的地位が脅かされると考えた現地関係が、長春城北門街と満鉄付属地の間を呼び、 付属地を囲む土地を買収して設置したものである。これは、満鉄付属地への対抗策として設けられたものだったが、商業者の移住を奨励し、満鉄付属地と城内を結びつける役割を果たすことにより、長春全体の発展に貢献した。なお、小地及び城内においても主要な道路は整備されていたが、市街地外の道路はほとんど整備されておらず、 高宇寺には馬車が伝令にはまるような悪路も多かった。昭府地は西の大経路、東の大宇間の二大道路を基軸としており、付属地及び城内に通ずる三木事としている。これに数十条の道路を持って市街を形成していた。最も活況を呈したのは大宇間で、道の両側に大小の商店が軒を連ね、 満鉄付属地の日本橋通りと連絡して、長春駅に達していた。満州国建国後、道路橋梁の集築や新道路の建設、上水道を整備して市街が再整備された。新市街整備まで、満州国政府の重要機関も概ねこの区域に存在した。環状市1901年、ロシア帝国の国策会社である、東西鉄道により、 東西鉄道南満州支線が付設され、長春城から北西の二道港に駅が設置された。長春の旧城から環状市駅と名付けられ、駅周辺を取り囲む553ヘクタールに及ぶ長方形の土地が、東西鉄道環状市付属地とされた。なお、環状市駅周辺の地名が正式に環状市となったのは、鉄道付属地となってからである。 1936年1月、満州国が北満鉄路をソビエト連邦から買収したことに伴い、それまでソ連の管理下だった鉄道付属地が満州国に編入され、これにより環状市付属地も正式に新京特別市の行政区域に組み込まれた。満鉄付属地1905年にロシア帝国と締結したポーツマス条約により、日本は 長春から旅順に至る、東西鉄道南満州支線を譲渡され、南満州鉄道と改名した。また、ロシアが鉄道保護に必須の土地として、東西鉄道沿線で獲得していた鉄道付属地も日本に譲渡され、満鉄付属地と解消した。この時、鉄道の分割点をめぐって、日露両国の意見が対立した。 日本は環状市役での分割を主張したが、ロシアは環状市役を含まない、長州以南での分割を主張し、環状市役及び、付属地は、日本と共有することを提案した。1907年4月に分割点を、儲けトンホッポ4キロメートルの八里歩と決定し、環状市役及び、付属地は、日露共有とした上で、 実際の便宜上、ロシアの占有に期することとし、評価の半額に相当する56万393ルーブルで、ロシアに優勝状とした。満鉄は環状市駅を呼び、付属地を得ることができず、新たに長春に停車場を設けるため、長春城の北側、環状市付属地の南東側に位置する、頭道口と呼ばれる一帯の買収に着手した。 当時、カシラ道交付近はわずか十数個の農家が点在する一面の高梁畑に過ぎなかった。1907年3月、満鉄は城内に進出していた三井物産長州に出張所を通じて用地買収を実施したが、途中で現地関係に発覚したため、日清両国政府間の外交交渉を経て、改めて現地関係と用地交渉が開始された。 買収価格は、現地消費講師の標準買収価格に若干、上乗せを行い、立ち木、建物への保証もいった。同年9月までに買収が完了し、買収地は、満鉄長春付属地と命名された。買収総面積は150万3448坪7号、買収代金は33万875円74銭に、上り、この他に、 各寺ら各前期往復にも上納金を納め、買収総額は約40万円となっている。その後、水源地用に、これ道が支流沿いの北方林接地、日本領事館用に、小府地の一部を買収したため、1912年までに満鉄付属地の面積は1528,085坪となった。1926年に付属地製法機関区用地、 約100万平方メートル。1932年に国土建設区域に連なる地域72万8000平方メートルを買収して、1933年までに面積は210万6900坪まで広がっている。1906年に設立された南満州鉄道株式会社は、1907年4月1日に鉄道の引き継ぎを受け、 環状市駅と長春城の中間地に、長春停車場の建設を開始し、同年9月1日に、茂や田室と環状後の間に仮停車場を設け、東西鉄道との接続運輸を開始した。同年11月3日の長春駅春生に伴い、貨物業務を開始、ついで12月1日から、旅客業務を開始した。1909年2月22日から、 東西鉄道との接続運輸も長春駅で開始した。長春駅の建設に合わせて、市街地建設も着手し、1908年に第1期の市街計画が立案された。街路は、区形式街路と4本の車路によって構成され、短編60件、長編120件の長方形を標準に、地形に応じて形状を変更した。長春駅南側に、 半径50軒の円形広場を設け、この広場を中心に放射状に道路網を建設した。駅前広場から南方に、長春大街、それに並行する道路として、西一条街西三条街、東、一条街東、六条街の街道、車路として、東車街、西車街、公安街、海徳街が設けられ、街路と車路の交点には、西広場、東広場、 北積広場等の広場が設けられた。また南端には西公園が設けられた。中央通りは福院20軒。日本橋通りは福院15軒で建設されたが、小淵地と結ばれた日本橋通り沿いに商店が立ち並んで発展した。なお、日本橋通りの名称は満鉄付属地と小淵地の境界付近を流れるこれ道が支流にかかっていた。 日本橋に由来する。1921年、街路や街区が、中国風の名称から日本風の名称に改められ、中央通の西側は、長春駅に近い街区から、いろは順に、泉町、老月町、羽衣町、西木町、宝来町、平安町、時和町、千鳥町、東側は、ひふみ順に、日の出町、富士町、三笠町、 吉野町、岩井町、室町、谷和町、弥生町と町名が付けられた。弥生町以南は、後に五十音順に、明穂町、入船町、梅ヶ江町、永楽町、老松町と名付けられている。また、1932年に、西部付属地を取得すると、水仙町、柏木町、木境町、扶養町、山吹町、白木区町、勝部町、 花園町、桜木町と花木の名前を冠した町名が付けられた。満鉄は、電気、ガス、上下水道のインフラを整備し、日本領事館、病院、学校、公園等の公共施設、長春大和ホテル、満鉄事務所、憲兵隊文献所、警察署、郵便局等を建設した。市街地造成後、公共用地以外の土地は家人を含む民間に、 有料で貸し付けられた。1920年代末には、付属地人口は2万6000人に達していた。なお、新京特別市が成立した後もしばらくは、満鉄付属地として存続し、1937年12月1日の違外方権撤廃により、正式に新京特別市の行政下に置かれている。 新京特別市地図1932年3月、満鉄経済調査会において、新京都市計画の立案が開始された。一方、同年4月1日に、満州国国務院直属の国土建設局が設置され、新京の地形測量及び地積測量と国土建設の立案を開始した。同年8月、関東軍特務部の主催による、関東軍。 満鉄、満州国国務院の参社による連合打合会が開催され、満鉄経済調査会と国土建設局の両案が比較された。市政府及び官庁外の位置をめぐって、満鉄経済調査会、国土建設局の双方が対立したが、同年11月17日、満鉄経済調査会案を取り入れた国土建設局の最終変更案が決定された。 また、事業開始に先立ち、国土建設計画区域内及びその周囲1円内に、対する、地裁売買禁止令を発布し、民間における土地の売買、担保等が禁止され、土地の買い占めや地価高騰等の弊害を除去した。満州航空のハブ空港として機能した、新京飛行場新京の都市計画は、満鉄付属地を基準に、新京駅前から南に伸びる。 中央通をさらに南に延長し、大道大街と呼ばれる大通りを建設した。途中には、大道広場と呼ばれる大ロータリーが建設されて、新境の都心とされた。大道広場の西方には、失政不像英地が設けられ、その南面を東西に、工人王子、南方へ、順天大街と呼ばれる、幹線道路が作られた。政治の中枢は、順天大街から、 南方の安民広場に渡る官庁街、文化、教育中枢は、南霊地区、交通の中枢は、新京駅と儲けン駅との中間に新設する、中央大停車場を建設して、市の玄関口とした。また、東方のこれ道が沿岸を区画して、工業地域とし、市民を売園と、騒音から遠ざけるようにした。その他に、国際飛行場、 国際大運動場、競馬場、建国大記念塔大記念門、建国記念公会堂等の建設が計画された。財務部、文教部、司法部、外交部、国土建設局、国道局等の所管庁は新市街に建設され、国務院、首都警察庁等の大建築物の建設も行われた。なお、満州国管理の多くもこの区域に住居を建設した。 新京の公園、広場、街路の名称は、建国の理想を如実に表現し得るもの、及び、満州国内各地の名称中で岩竹余韻があるもので、音調よろしく記憶しやすいものを選定し、1933年4月19日付で、布告された。また、建設計画区域内の存落で適当な名称は、その因縁を考慮して、 該当地点の街路名に保留採用した。新京の国土建設計画は、国務院国土建設局による第1期事業5カ年計画と、新京特別市臨時国土建設局による第2期事業3か年計画に分けられる。第2期事業終了後は、新京特別市の通常の建設行政として、市外の建設が進められた。新市街の建設にあたっては、 佐野力など、後藤新平の弟子筋の技術官僚が多く活躍した。ほとんどさらチからの建設であり、新技術を何の障壁もなく投入して建設でき、上下水道をはじめ、社会基盤は内地に比べ立派に整備された。敷設された道路の道幅は、非常に広く、狭いと言われた道でさえ自動車同士がすれ違える、ほどだった。国土建設計画事業第一次。 四国区域図国土建設計画第一期事業は30年後の予想人口50万人の都市を目指して国務院国土建設局により1933年3月から1937年12月までの5カ年計画国庫特別会計3400万円を投じて実施された国土建設計画法第2条により新京特別市の区域をもって 国土建設計画区域とされた。それに先立って、国土建設事業区域に関する県により、国土建設事業区域は、下記のように指定されている。満鉄付属地及び環状市付属地は、行政上その性質をことにするため、実際事業除外区域とされ、小府地及び、長春県場内などの既存市街地は、 取り急ぎ建設事業の執行を必要としないため、将来築地整理区域とされた。これらを除いた国土建設計画事業面積は約79平方キロメートルとされ、このうち観光用と10平方キロメートル、使用と10平方キロメートルの合計20平方キロメートルが執行区域とされた。国土建設計画区域内では一般人による 独占的買収、その他人為的投機を防止するため、1932年2月1日付の吉林省令を交付して、長春を中心とする30市里以内の民間による土地売買が禁止された。同時に収穫等による土地の産出価格を基礎として、妥当適切な土地買収価格を決定した。これにより、最終的に、 面積100平方キロメートルに及ぶ広大な地域の買収にあたり土地収容令の適用を必要としなかった。国土建設局は事業区域の民有地を買収し、道路、上下水道、その他施設を建設して市街地に整備した後、公用、公共用地以外の土地については原則として一般競争入札により払い下げた。小売商店街では一筆を 間口12メートル、奥行き30メートルの360平方メートル都市必要に応じて、隣接地との合筆も許可した。召喚、卸売等の大建築を要する幹線道路沿いでは、一筆を1650平方メートルとしている。住宅地は、地域に応じて、第1級から第4級に分かれており、一筆が狭ければ、隣接地との合筆も、可能だった。 また、宅地の背後に幅4メートルから6メートルの、背割り道路を設け、道路に面さない宅地は存在しないよう区画整理、されたので、物資の搬出入りには極めて便利だった。国土建設計画第一期計画区域では、払い下げ価格は、目抜きの商店街で、壺20から25円、住宅地で、壺8円前後と予想された。これは、国土建設局によると、 当時の大連郊外の住宅地で、坪25から60円、半価な商業街で1000円近い地下であり、第一期計画区域は、将来の大新京市街の中心をなすことを、考えると、破格の値段であり、国土建設局は全然利益を目的とするものでは、ないとしている。区画された市街地は、事業の着手が早かった北部から南部へ、順に売却された。 1933年度に、大道広場、公安王子、ブラクロ、あだちが一体、1936年度には、公人王子、吉林王子、これ道加藤法の一体が払い下げられた。これ道加藤法の一体は、主に買収地域に居住していた農民の移転用地や、一般満州人の新規取得地として想定され、 幹線道路の喫理王子でウチと結ばれている。国土建設計画第一期事業は計画通り完成し、1937年9月に大道広場で国土建設記念式典が挙行され、大道大会ではパレードが行われた。第一期事業の完成に伴い、国土建設事業は国の直轄事業から新京特別市の事業に移管された。 1937年12月27日直令により、新京特別市の外局として、臨時国と建設局が設置され、翌1938年1月1日から3カ年計画で、第2期事業が開始された。第2期事業は、第1期事業実施域内の整備充実と、残余工事の完成を主目的としていたが、新京の人口増加が著しく、 主街地の膨張傾向が伺えたため、1939年度から方針を変更し、季節区域の整備とともに、人口増加に対処すべく、事業費の許す限り区域外への拡張事業に、従って、宅地造成、道路築造、上下水道その他施設の応急的施行を実施する、こととした。また、南例一体の文化都市化が検討され、 国立総合運動場の改修、動植物園、共和広場、大学の整備が決定された。1941年12月、第2期事業終了により国土建設事業の特別会計は廃止され、臨時国土建設局は、新京特別市の公務所に吸収された。以降は、新京特別市の一般財源による通常の建設行政として、 都市建設が行われた。なお、1930年代末から、新京の人口増加が著しくなり、1941年には、計画人口の50万人を突破してしまい、従来の国土建設計画では急激な都市化に対応できなくなってきたため、臨時国土建設局内で、計画の改定作業が進められ、1942年2月に、 計画人口100万人、市街計画区域を従来の100平方キロメートルから160平方キロメートルに改め、環状道路近くまで市街を拡大することとした。市街計画区域の外周は、緑地帯で囲まれて市街地の膨張を遮断しており、人口が100万人を超す場合は、緑地区の外に衛生都市を建設して対処することとした。また、 大伏道地区の定級用地は廃止され、住宅用地に変更されている。新京の街路は、放射状、環状、方形式の街路を巧みに組み合わせたもので、大道広場や駅を基準に放射状道路を設け、それを囲むように、環状道路を廃した。また、大道大街、順天大街などのメインストリート沿いは二線直角を原則とした、方形式の街路を廃した。 また、街路方向の一般関連を示すため、南北方向を、町、東西方向を、道とし、福音38メートル以上のものはそれぞれ、大概、王子と称した。また、補助道路は、最寄りの街路をとって、トンと称した。なお、車路については、北東南西方向を、町、北西南東方向を、道としている。新境の都市計画では、街路を、 幹線支線、補助線の3つに区分し、幹線は24から80メートル、支線は10から18メートル、補助線はそれ以下の複員とした。幹線支線はすべて車道と歩道に分けられ、幹線道路の車道は、中央を自動車、バス等の高速度車用、その両側を馬車、人力車等の観測車用に分離し、 さらにその両端を安全な歩道とした。各道の間には街路樹が植えられて区切られている。福音60メートルの幹線の場合、中央部に幅16メートルの遊歩道が設けられ、その両外側に幅12メートルの道路が併設され、さらに両端に幅10メートルの歩道が設置されていた。また遊歩道と歩道は街路樹による緑地帯で車道と区切られていた。 福音45メートルの幹線の場合、幅16メートルの中央高速車道の左右に、それぞれ幅2.5メートルの樹輪帯、幅6メートルの観測度車道、幅6メートルの歩道が設けられた。福音26メートルの幹線の場合、幅18メートルの車線の両側に幅4メートルの歩道が設けられた。福音10メートル以上の道路はすべて舗装され、 交通の頻繁な主要道路は、力性補償、入馬車専用道路は過重に耐えられる要衝補石、または、高質レンガ補償、歩道の主要部分は、コンクリート遺体縛りとされた。福音十四メートル以上の街路は必ず街路樹で、両側を飾り、同時に美観を保つために、電信、電話、電灯用の電柱や架空線その他の一切の路上施設を禁じて、 地下配管とし、宅地の背後にある裏通りに、電気、電話の仮設線上下水道管、ガス管を設置した。なお、市街地建設中の箇所については、暫定的に架空線の設置を許可している。これらの道路建設には、当時の日本でも珍しかった、ブルドーザー、モーターグレーダー、ロードローラー、牽引式スクレーパー等の建設機械が、投入されている。 1933年に、軍部の要請により、新疆防衛のため外周部に、環状道路が建設された。これにより、貴族及び抗日ゲリラの襲撃が激減し、治安状況が改善した。後に、環状道路の沿道では、植樹が行われ、新疆のグリーンベルトを形成した。なお、新京北西部及び南部には、これとは別に、環状力地帯が設けられている。 上水道級長春時代の水基金に鑑みて、新橋の水源獲得は喫緊の課題だった。そのため国土建設局は満鉄の協力を得て、水源調査を実施し、地下約100メートルに一大地下水槽を発見した。1932年9月、大道公園内に深い道を築造したのをはじめとして、新橋各地20カ所に水源位を設け、 一日あたり1万1000メートルの湧水能力を保持したが、地下水による給水量にも限度があり、改めて新京全人口に対する水道計画樹立を認め、新京市外から南東を12キロメートルにある、これ道菓子流の小川台側をせき止めて貯水池を設けた。園庭の長さ550メートル、貯水面積4.7平方キロメートル、総工費350万円。 1933年10月に現地調査を開始し、1934年5月着工、1935年10月に完成した貯水池は上月丹と命名された。上水道は1937年末の第一期建設事業の完成に伴い、四水道化に引き継ぎ施行された。 1936年1月における1日の給水能力は3万2000メートルを保持したが、1939年度より給水量の不足が感じられたため、1940年に3カ年継続事業として、公費713万円を投じて、第2次拡張工事を実施した。上月単調水地からの取水量を1万メートル増加し、さらに、 これ道が地表水を1日2万メートル取水して、合計3万メートルに増加。これに伴う浄化槽排水設備を増設し、既存の分と合わせて、合計6万2千メートルを確保した。しかし、新京特別市の異常な発展により、給水量の増加が著しく、計画給水量を1日6万2千メートルを即に消費しつつあったため、 法要人口100万人を目標に1942年度より第三次拡張工事としてインバ川の流水採取を企画した。なお、上月端貯水池の上流には水源林を目的とした植樹が行われ、現在では中国最大級の人工林とされている。 1988年に、上月丹国家森林公園に指定され、上月丹と合わせて中国国家風景名称区、中国国家 4A 級旅遊景区等に指定されている。下水道新京では、国土建設局顧問の佐野力の強い要望により、新市街全域で水仙便所の普及を実施した。当時の中国大陸の 各都市では、一般的に便所が存在せず、井戸に汚物が流れ込むなど、極めて不衛生だった。新市街においては、建築規則に基づき強制的に実施して、100%の便所の推薦化が達成され、アジア発の推薦便所が全面普及した都市となった。汚水は、これ道がか藩の汚水浄化施設で処理された後、河川に放流された。 月水道は新市街では汚水と雨水を分ける分流式が全面的に採用され、その他の地域では合流式が採用された。雨水は新市街を流れるこれ道が支流をせき止めた人工庫に蓄えられ、非常水源として確保された。また、これ道が支流はすべて浸水力地帯とされ、人工庫を利用した臨水公園が建設された。この結果、 心境は、世界最高水準の緑化、浸水都市の様相を呈するに至った。下水道は1937年末の第一期建設事業の完成に伴い、土木化に引き継がれて、管理経営すると同時に、新設も土木化で行うこととされた。下水道計画は地形に応じて9カ所の独立した排水区域に分割し、さらに50余りの排水系統に分けて、 分流式及び合流式により、これ道側へ放流した。下水工事の完成区域は、1943年時点で、安民王子、イタリ、西王子以北のほとんど、全市にわたり、不設延長は43万メートルに及んでいる。市街地域は、住居、商業、工業の3地域に大別され、特に住居地域は住居専用地域を設定して、 工場の設置を厳重に制限した。商業地域は原則として路線式を採用した。工業地域はこれ道川の水流と風向きを考慮して市街地東北部に指定された。特に重工業地域は東方のこれ道が沿岸を区画整地し、売園と騒音が地域に及ばないように配慮された。農村地域は郊外公園あるいは生産緑地として 緑化を助長し、農耕、山林、牧場等の指定により、無秩序な市街化の防止に考慮されている。国土建設計画事業区域における建築活動は、国土建設局建築指示条項により規制され、建築物の構造、形態、工事執行手続きが定められた。これにより建築物の高さは、全市域にわたって20メートル以下とされ、オフィスビルと、 大型商業建築物は道路との境界から10から15メートル交代して建設するよう指導した。その後、国土の目抜き通りに皇帝の揃わない建物が葉の抜けた櫛のように並ぶのは都市美観上からも国土の面目にかけても面白くないため広場及び主要道路に美観地区を指定して主要道路に面した建築物の建康を規制した。この他に 風知地区も指定されている。人口密度は、住居地域において、1平方キロメートルにつき、第1級4000人、第2級5000人、第3級1万人、第4級1万2000人とされ、商業地域の密度は1万2000人とされた。新京特別市全体では1人当たり、占有面積が、約180平方メートルとされた。大同体外大同体外 中央は安則会館左手前は三中海百貨店。新京の市街地を南北に縦断する全長7 5トルに達する大通り。新京駅前のロータリーから始まる中央通りは、西公園11月3日に小玉公園と海上付近で福音が、それまでの3 6ルから5 4ルに、 広がり、大道大会と名前を変えて、市街地南端の建国中霊廟建国大学まで達していた。大道大会には、関東軍司令部県在満州国日本大使館、関東局、関東憲兵隊司令部や、第三庁舎、民政部、盲政部等の館長のほか、日経ビル、三菱安則会館、三中井百貨店、太抗ビル、東京会場ビル、 東洋拓殖ビル等の商業ビルが立ち並び、新橋のメインストリートを形成した。これらの建物は、前述の建築指示により健康が揃うように、建設されている。大道広場大道広場は、新橋駅の南2 5トルに位置し、道路を含む直径3 0 0ル外周約1トルの大ロータリーで、中心部に直径2 0 0ルの公園広場が設けられている。 特別市指定に関する県で、新京特別市の区域が明文化されているが、大道広場を基準に区域が指定されているように、大道広場は、新京の都心に位置づけられている。また、満州国の水準原点は、大道広場の中央に設置されており、1934年に、大連湾の中東海水面に基づいて標高が218.170メートルと、定められている。 大道広場からは、放射状に、長春大街、公安王子、建国路民港王子の各幹線道路が伸びており、大道広場の外側を、天安路と広志航路が六角形に囲んでいた。これらの街路に囲まれた用地には、満州中央銀行創業、満州電信電話会社、第一庁舎、第二庁舎等の大型公共施設が建設された。 順天大街低急増 A 地から順天広場を抜け、安民大街、イタリ製王子の交点にあたる安民広場まで一直線に南へ伸びる順天大街は全長1 7トル福音6 0ルを誇る大通りで満州国政府各機関が立ち並ぶ館長街として建設された。沿道には国務院や軍政部、司法部、財政部、 交通部の庁舎が建設された。南端には、安民広場と呼ばれる大ロータリーが設けられ、広場に面して、総合法画が置かれた。これらの建築物は、吉林大学の学者や病院等として、現在も使われており、八大部として、吉林小重点分物に指定されている。ナイフ正門市政府造営地は、国土建設計画策定時、心境の地形及び市勢 不義の絶対難面の要望から、大伏見、京華村、南霊の3カ所に限定され、最終的に既存市街に近い京華村が選定された。大伏見地区と南霊地区の定級候補地は、京華村に定級が定められた後も、低質保留地として残されていた。そのうち南霊地区は、文京地区として、国立総合運動場や動植物園、 大学等の用地として整備された。満鉄連京線西側の大伏道地区は、将来心境が拡大した、際の本宮殿造営地として、200ヘクタールに及ぶ、低級保留地が計画されていたが、数度にわたり建設計画が見直され、最終的に1942年の国土、建設計画の改定で本宮殿の建設計画は、廃止され、 住宅用地に変更されている。建国新病は1940年7月15日に満州国工具に創建されたが、2年後の1942年7月15日に新たに新京特別し、上月区並びにその付近の地域を建国新病増営用地として事情した。同年12月21日の建国神廟増営関係地域に関する件を呼び、 建国診療造営関係地域で、上月端を中心とした、新京特別市、吉林省長春、道春両県にわたる2万3000丁部の広大な地域を、診療関係ご造営地と決定し、新京特別市長または、各県庁の許可なく、工作物の新築、増改築を禁じたほか、土地の現状の変更、立ち木の伐採、 広告物や看板に類する物件の設置を禁じた。その後、1943年6月1日には、長春、道春両県の建国新病増営関係地域を、新京特別市に編入し、関納区及び、議院区が設置されている。ありがとうございます。